よっ、タイジヤにこだぬき。こんなところで何してやがる。何と言ったらわかるんじゃ。オラはタヌキではなくキツネじゃ。しっぽ、コウガは分かってて、わざとからかってるんだから相手にしちゃダメ。おめえの背中にある武器はただの飾りなんだろ。大事やっつっても所詮は人間だしな。おのれ、絶対に許さない。ならば人間の力、大事やの技を見せてやる。まあオラは妖怪じゃが人間の味方じゃ。だからサンゴ、安心して先に戦え。始めるぜ。負けないよ。いざいざ、一本目、シャーボン。もらったもらった。やばな、頑張るんじゃ。はい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 、ここだ。やばな、頑張るんじゃ。はいはい、やばな、はいはいはい、おのれだ。狼に歯向かうんじゃねえ。はっ、何をムキになってんだ。ちっとからかっただけじゃねえか。まあ何人かかってこようが俺様には勝てっこねえんだよ。どんなもんだ。始めるぜ。なんだか嫌なところに来ちまった予感がするぜ。なんだ貴様、この殺生丸に挑みにでも来たのか。よほど死に急いでいると思う。嫌な予感が的中しちまった。まったくキザな野郎だぜ。こんな野郎はやっちまうに限るな。お前にこの殺生丸は倒せない。そんなことやってみなけりゃ分かんねえだろうが、俺の力を見せてやる。この攻撃からは逃げられねえよ。叩き伏せてやろう。いざいざ、一本目、シャーボン。やるな。待て、止めろ。もらった。やばな、もらった。止め、止め、止め。もらった、もらった。もらった、もらった。止め、もらった。消えろ。とどめだ。やばな。君の姿だ。ザコ。犬っころの兄貴じゃこんなもんか。あんなやつと戦うのは二度とごめんだぜ。このムカつく匂いは犬っころか。今日という今日は決着をつけてやるぜ。こんなもんだ。始めるぜ。
よう、犬っころ。てめえ、いい加減カゴメと桔梗のどっちを取るかはっきりさせたらどうだ。こら、痩せ狼、てめえには関係ねえだろ。俺はどっちも大切なんだ。はあ、結局犬医者っていつもこうなのよね。カゴメいたのか。誤解だ。ちくしょう、効果の野郎。ちょっと犬夜叉、何よその態度。甲賀くんは全然悪くないじゃない。わかったか、カゴメ。これが奴の本性よ。さっさと来いよ。かかってきやがれ。いざいざ、一本目勝負。もらったもらったもらったさあ、いっちゃえ。違うけど、犬夜叉なんてもう知らないんだから。何？違うのか。くそ、犬っころめ。どんなもんだ。始めるぜ。おめえは犬っころたちといた飲みじゃねえか。そんな岩相手に何やってんだ。いや別に何でもないですじゃ。その岩の中に見えてるのは、おこいつは紫紺のかけらじゃねえか。へっ、悪いな、俺がもらったぜ。あーいや、そのまいったな。いざいざ、はじめ。始めるぜ。
人のようですな。貴様が探しておるのはこいつかな。確かにこの邪剣、紫魂のかけらを持っておるぞ。だがこのかけらは殺生丸様にお渡しするためのもの。貴様のようなやつに渡すわけにはいかん。欲しければ力ずくで奪ってみせよ。一度ぶっ殺した方がいいかもしれねえな。バカなやつだぜ。かけらは全部この甲賀様がもらっていくぜ。始めるぜ。ん？顔はカモメにそっくりだが、この匂いは、お前死人だな。なんだ、私はお前のような妖怪に用はない。消えろ。なんだと？てめえ、この甲賀様相手に消えろだと？そこまで言われちゃ黙ってらんねえ。ぶっ倒されてから後悔すんなよ。野蛮な妖怪よ。この奇境が成敗してくれる。いつでもいいぜ。引け。いざいざ。一本目。勝負。やった。やった。そこだ。そこだ。そこだ。やるな。もらった。おい。もらった。もらった。やった。はっはっは。そこだ。そこだ。そこだ。おどめだ。覚悟しな。巫女ってのも大したことねえな。さすがに顔がカゴメに似ているとつい手加減しちまうぜ。この気配はナラク。嫌な陽気がビンビン伝わってくるぜ。待ってろよナラク。てめえには仲間が受けた苦しみを100倍にして返してやる。始めるぜ。